どうも、レオンでございます。今回もですね、楽しい J リーグについてお話をしていくんですが、今回はですね、J リーグの J2 の現在18位、ヴァンフォーレ甲府についてお話ししたいと思います。久々かな、甲府の話なんて。久々というか初めてかな、ヴァンフォーレ甲府、初めてかな、ちょっと記憶ないね。まあそのぐらいのチームですわ、ヴァンフォーレ甲府ってね、初戦。でも今回取り上げる理由があるんですね。まあヴァンフォーレ甲府ってのは今シーズンもう J1 昇格も、そして J3 降格もない、もう何もない、チームなんですね。で残るはですね、天皇杯決勝があります。はい、22日ですかね、今週、来週の土曜日かな。はい、土曜日か日曜日か。まあそこに、珍しくですね、J2 から勝ち上がってですね、決勝に残ってると。で対戦相手はサンフレッチェ広島ということなんですね。でおそらくですね、これ新国立競技場かな、もしかしたら。ヴァンフォーレ甲府のサポーター T4 時、たくさんね、応援に駆けつけると思うんですよ。でそれについては全然ね、素晴らしいことですし、たくさん応援していただきたいなというふうに思うんですね。はい、ただ俺は結局リアリストというか現実主義者なんで、ヴァンフォーレ甲府で結果的にはどうなるのかっていうことを知りたいですよね。残念ながら優勝できません。はい、これも現実なんで。はい、まあ当たり前のことなんですけど、 J1 と J2 のカテゴリーの違い、実力差がはっきりしてるんですよね。じゃあなんでここまで来れたのってなるんですけども、これ運なんですよ。例えば準決勝の鹿島アントラーズ、鹿島アントラーズチームがカオス状態でしたよね。その時は J2、J1 のカテゴリー関係なくなるんですよね。だって岩政大輝って今カオスじゃないですか。まあそういったこともあったんで、ヴァンフォーレ甲府がうまくね、決勝に上がってこれたと。まあ要は運がいいというだけなんですよ。まあ実力に関してはそんなあるわけではないんでね。ただ、天皇杯決勝となるとね、もう運だけでは通用しないんですよ。もう完全に実力が出るんでね。はい。で、サンフレッチェは今シーズンね、非常に強度のある、速攻っていうのをね、完成させまして、ディフェンスも硬い、中盤もハードワークする、そして前線もね、カリム・ベン・カリファか、はじめ、本当に手も取れるしっていうね、本当に穴のないチーム、をスキッペ監督が作り上げたんですよね。で、片やヴァンフォーレ甲府ってのは、スリーバックなのかフォーバックなのかよくわからないような、何がしたいのかよくわからないサッカーで、J2 をさまよってるんですけども、まあサッカーの中身的に言うとね、これ22チーム中18位ってことは残留争いしてるチームなんですよ。結果的にはね、そんなチームがですよ。そのチームってことは結局自力がないからそうなるんですね。その自力のないチームがですね、天皇杯決勝で勝てますかって、それはありえないよねって、それは日本代表がワールドカップで優勝するぐらいありえないよねっていう話なんですよ。なんで、まあ多分甲府の T4 時はね、ここまで来ただけでももう中いっぱいだと思うんですよ。多分初めてだと思うんですね、天皇杯決勝に甲府が来たのは。まあそりゃそうでしょうね。なんで、夢見る、十分夢見れたんじゃないかなとこういうふうに思います。ただ夢はここで終わりです。はい、現実を、突きつけられる決勝になると思うんでね、まあおそらく予想スコアは 3-1、 リアルに 3-1 かなって、最悪 5-0 っていうことも全然ありえます。はい、全然あります。はい、まあそのぐらいの実力差があるんでね、まあまあ現実は厳しいんですけども、せいぜいね、天皇杯決勝、多分ヴァンフォーレ甲府が天皇杯決勝に来るのって多分数百年に一回あるかないか、いやもう一生ないかもしれないんですよ。なんで、その瞬間をですね、ぜひとも味わって、楽しんでほしいなというふうに思います。はい、まあ残念なお知らせではあるんですが、現実を伝えさせていただきます。お疲れ様でした。